ですかね。いいですか。はい、皆さんこんにちは。演奏はチャスカ、そして踊りは昨日も出たバレーボリバル名古屋、通称 BBN ですね。チャスカと BBN でこれから20分ぐらいですね、やらせていただきます。まず今日はTOKIO の20周年コンサートおめでとうございます。今日はですね、そういうおめでたい席なので4曲演奏と、それからダンスと演奏が4曲なんですけども、その中の最初と最後は、BB のダンスを入れてやりたいと思います。まずはボリビアでおめでたいイベントの時は必ずやられるモレナーダというリズムで、ミラロケメインコントレということを曲をやりたいと思います。前のスペースは、BBN に渡していただいて、踊りたいときは皆さん横の会場の横ですねに出たり、あるいは中央の通路結構空いてますし、後ろの方も空いてますので、ぜひぜひずっと座ってるとエコノミー症候群になりますから、体を動かしてもらったらいいんじゃないかなと思います。では行きましょうか。ミラロケメコントレバーノー。それも。
モレナードのリズムで、ミラノ県民コンペ、そして踊りは BBN の皆さんでした。はい、僕たちですね、昔ペルーの曲よくやってたんですが、今日は今はですねボリビアの曲が多いです。今日はそうですねボリビアの曲ばっかりかな。では次はですねどんどん行きたいと思うんですけども、2曲目は、ボリビアの曲で東部地方なんですね。ボリビアの東部っていうのはサンタクルスという町がありますけども、そこはどちらかというとボリビアのイメージの山の国じゃなくて本当に平たい土地で、ですぐ行けばジャングル、ブラジルのアマゾンにも通じるところです。そういう熱帯の雰囲気の中で作られた音楽、クイッカですね。クイッカなんですけども、オリエンタルな雰囲気を醸し出しているクイッカです。名前がマテシートルトロンヒル、レモングラスのお茶っていうのかな。レモングラスのお茶という曲です。聴いてください。そして皆さんもう演奏されている方が多いので分かっていると思うんですけども、アオラーという掛け声で手拍子を入れてくれるとすごく盛り上がりますのでよろしくお願いします。パオロスマテシートデトロヒー。一つだけ、8月の2日に
遠藤寺ですね。遠藤寺っていうアーケード街が、ここを押すと同じようなアーケード街がありますけども、遠藤寺の夏祭りに8月2日の金曜日に、多分夜になりますが出ます。ぜひ、お近くの方は、見に来てください。私たちの演奏と、それから BBN のダンスもあります。はい、ではですね、どんどん行きましょう。次の曲は、インフィニートデアルマ、インフィニートデアルマという曲をやります。これはですね、先ほどプント名古屋ですね、がやってましたけど、プントナスカというグループが、ボリビアにあります。で、プントナスカの中の曲で、とってもリズムもエクアドルのサンファニートになってますけども、サンファニートのリズムで作られたボリビア人がエクアドルのリズムで作った曲です。インフィニートスデラアルマ。では、聴いていただきたいと思います。どうですか？
ありがとうございました。サンファニートのリズムで、インフィニートスデラルマという曲をお届けいたしました。最後の曲、また予告したように BBA のダンスにも入りますけども、ちょっとその前にまた宣伝になりますが、ちょっとお願いします。ですね、私仕事になるんですけども、このすぐ近く、信長ホールのすぐ近くにスタジオ E という音楽スタジオを今始めています。各種のね、アコースティックの音楽も練習に使ってもらってもいいし、それからワークショップとか、それから、いろんなアーティスト、アコースティックなアーティストが今だいたい月1回ぐらいは平均してきています。で、次にやるのが、これ絶対におすすめだと思うので、チラシも見えると思うので会場のところに置いてもらいましたけども、6月7日金曜日ですね、6月7日の金曜日の7時から、歌う足笛トリオという、ポルコロジの世界では有名な岡田さんのユニットになります。で、笛は当然岡田さん、そしてギターは、知恵さんという方なんですけども、この方もフォルクロの中では有名です。でもフラメンコもやりまして、フラメンコの大きいさんという方が有名なギタリストいますけども、その方とずっとツアーを組んでやってる、タンゴもやられています。そしてあとパーカッションの熊本さんという方は、ジャズピアノの山下良介さんの、トリオでずっとツアーでこれも参加されてた方なので、すごい素晴らしい人たちがすぐそこに来ますので、もしよろしかったらお帰りの時に、このチラシを受付のところにありますので持ってって、もしお時間にお時間の方に都合がつきましたら、ぜひ予約をお願いしたいと思います。はい、では最後の曲になります。これは皆さんにも参加していただきたい、先ほどからも何も頼まなくても提供していただいてますけども、ティンクのリズム、昨日も今日もティンクのリズムやってると思いますけども、ダン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 というこういう、一拍子と言われるリズムです。ぜひぜひ一緒に入ってください。それからスペースもですね、前のスペースは BBN に渡していただきたいんですが、横のスペースを使ったり、中央とか後ろのスペースで自由に踊ったりステップを踏んでもらっても構いませんので、よろしくお願いします。では、最後ですね、最後の曲はティンクの曲なんですが、この岡田さんがもう入っている3人アンデスというグループでもやってますし、この間うち のスタジオ E でやってもらった秋元さんが所属する、あなたボリビアなんかでもやってます。はい、ミッチョリーダー。
そして踊りはビビンレッサー。またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。